はい、皆さんこんにちは。今日はアイカリンの24時間密着スタート。はい、朝起きて伸びをしますね。みんなしますよね。これ実はまだ14時くらいなんですけど、そう、お昼に起きます。私ただ起き上がってリビングへ移動します。そしてまず最初にカーテンを閉めます。日差し大嫌いなんですよね私。そう、まずカーテンを開けるじゃなくて閉めてテレビをつけてゴロゴロしますね。ゴロゴロテレビつけてテレビ見るんじゃなくて携帯をいじるっていう、そう、これがアイカリ、本当のアイカリ。こんな感じ、テレビちょっとちらっと見ながら携帯いじって、あ、動いた。あ、お茶とアイコス持ってきましたね。お茶とアイコス持ってきてお茶飲んで、おたばタイムですね、これ。おたばタイム、タバコ吸いながら、寝心地悪かったのかな、タバコ吸いながらテレビをひたすら見る。何これ。何これ。急いでるんだけど、ピザですね。あれ、ウーバーイーツ届きました。一人で2枚食べます。一人で2枚食べます。ただの大食いですね、これは。多分私、家から出たくないんだよね。そう、普段なるべく家から出る用事がないときは、家でずっとこんな生活してます。こう見えて、よくパリピだと思われるんですけど、めっちゃ陰キャなんですよ。知らない人多いと思うから動画にしたんだよね。マジでこれ私の普段の生活、これクソじゃない。でもね、幸せなんだよね、こんなぐーたらしてるのが。マジ幸せ。ピザ食って寝て、テレビ見て寝てるね、これ。これ寝てるね。で、鼻かんで鼻炎なんだよね。鼻炎なんで、ティッシュの消費マジすごいんですよ。テレビ見て感動してるわけではないです、これ。やばくない？自分で見てひどいなと思う、この生活。でもね、幸せなんですよね、これが私の幸せな日々。残ったピザは夜食べます、これ。からのバッグ持ってきて、何するんだ。あ、化粧ですね。今からやっと化粧、これ多分夕方くらい化粧始まりました。化粧タイム、はい、ライブ配信スタート。テンションの温度差が高くないですか。最後に携帯、もう夜なんで、これ携帯いじってエゴさしたりして寝ます。終了。これがアイカリな一日でした。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。